はい、こんにちは。今日はですね、キャリパーの、組み立てをしていきたいと思います。今僕が手につけてる青いグローブなんですけど、これはあのニトリル手袋といいまして、耐油性のある、ゴム手袋です。バイクの整備するときには、いいと思います。で、前回あのキャリパーの溝を、掃除したんですけども、一応ですねゴミとか噛んでないか、また軽くチェックしています。で、キャリパーの溝を見ていて分かったんですけども、ダストシールの厚みが違うんですよね。前回分解した時にピストンの大きさ直径が、2つで違うっていうのが分かったんですけど、今回溝を見ていたらダストシールの厚みが、2つのピストンで違うなっていうのが分かりました。直径の大きい方のピストンの、ダストシールはかなり厚みが薄くなってました。なんでそういう風になっているのかというのはちょっとわからないんですけども、薄くなってましたね。今ちょっと映像で見てもらおうと思って、手に持ってやってるんですけども、なかなかちょっと映像ではちょっと見にくいですね。で、これが前回も紹介してました、ヤマハの純正の、新品のゴムシールです。で、この赤いパックに入ったやつなんですけど、これはラバーグリスなんですけど、ちょっと使いにくいので僕はチューブに入ったやつを買ってそれを使っています。今手に持ってるやつがラバーグリスですね。で、この白いの引いてるやつはこれはキッチンペーパーですね。細かい部品の作業をするときとかは、キッチンペーパー引いてするとオイルが垂れたりしても、拭いたりできるので便利がいいと思います。で、ゴムシールなんですけども、こんな感じでラバーグリスを、全体にですねつけて、でそれで、キャリパーにはめていきます。ラバーグリスっていうのはそのゴムにこうダメージを、なんていうのかな、ダメージを与えないグリスですね。で、このシールを入れる作業なんですけど、ちょっと最初やりにくい場合もあると思いますけど、慣れたらそんなにスコンと入るのでそんなに難しい作業ではないと思います。
でちょっと内側にも、ラバーグリスを塗ったりしてます。まあよじれて入ったりとか、まあ、溝にちゃんと入ってなかったりとか、まあ、しないように、まあ、そこだけ気をつけて やれば、まあ、そんなに難しい作業ではないと思います。でキャリパーの奥の方に、オイルシールが入って、まあ、外側にダストシールが入ります。まあ、全部で4つあるんですけども、まあ、同じ作業なので、まあ、ここは4倍速で流して、見てください。まあ、こんな感じで、4つ全部入りました。でピストンなんですけども、まあ、ピストンの、まあ、横側ですね、全体にラバーグリスを塗って、キャリパーに、挿入していきます。このピストンの向きなんですけども、まあ、入ってた通りに、まあ、入れればいいんですけど、これ初めてやるときは、まあ、逆にね、逆方向を逆に入れてしまったりしがちなので、ピストンの方向だけは、ちょっと確認して、最初のうちはですね、よく確認して、入れた方がいいと思います。まあ、フルードを入れてしまってからだったら大変なことになるので、はい。で今入れているのは、薄い銅板でできたシムですね。でもう一つのピストンの方も、ラバーグリスを薄く塗って入れていきます。まあ、ちょっと入りにくいときは、まあ、ラバーグリスをまたちょっと薄く塗って、まあ、キャリパーに対して垂直に入れたら、まあ、軽く入るはずなんですよね。まあ、軽く入りました。今回は軽く入りました。でこれは、キャリパーサポートになるんですかね、名称がね。こっちの方にもシム、銅板、薄い銅板でできた、シムが、2つつくことになっていますので、忘れないように、シムを先につけておきます。で、まあ、この2つを、まあ合体させると、まあ完成という感じですね。今グリス入れているのは、まあ、スライドピーのところにですねグリスを入れて、ゴムのブッシュを入れています。ここはモリブデングリスとかの方がいいのかもしれないですけど、まあ、僕はラバーグリスで入れました。で今入れているのはブレーキパッドですね。まあ、ブレーキパッドの表面に、ラバーグリスとかがつかないように注意して作業しています。まあ、もしついてしまった場合は、パーツクリーナーなどで、洗い流した方が、洗い流さないと、まあ、危ないですよね。
で、今手に持っていますのがスライドピンですね。グリスを薄く塗って、締めていってます。で、これ六角ボルトになってるんですけども、この車体から外した状態だと、まああまりトルクかけられないんですよね。力が入らないので、まあトルクがかけられないので、まあ車体につけてから、増し締め忘れないように、しないといけないと思います。まあこんな感じでですね、キャリパーの組み立ては完了になります。で、あとは車体につけて、フルードを流してエア抜きという段取りになります。で、フルードを入れる作業を始めてしまうと、一気にやってしまいたいので、部品とか用品の、忘れがないかどうか今チェックしているところです。これは板状ボルトのワッシャーですね。同ワッシャーが、サイズが合うかどうか見ています。で、これは今回初めて使う、逆止弁ですね。でこの逆止弁を使ってエア抜きをするんですけど、ホースが必要なんですね。で、サイズの合うホースが、在庫であるかどうかちょっと調べています。これはちょっと細かったですね。入らなかったんで、内径が4ミリのホースが必要になります。このホースがちょうどサイズ的に合いました。で、今回の動画は一応ここまでなんですけども、キャリパーの組み立てということで、今回は終わりたいと思います。次回はですね、車体に取り付けて、エア抜き、フルード流してエア抜きまでやっていきたいと思います。今回もご視聴くださってどうもありがとうございます。